どうもこんにちは、そうやです。今回はまた工具を新しく購入したのでご紹介したいと思います。今回購入した工具はこちら、よいしょ、 SK11 のソケットレンチセットになります。こちらは Yahoo ショッピングで購入しました。今 PayPay 使ってキャッシュバックがあるので、それを利用して買ったんですけど、それで購入してだいたい7200円とかそんぐらいでしたね。では早速これ開封していきます。はい、では開いてみましょう。オープン。おお、めっちゃ入ってる。すげえ。こちら中身のご紹介をしていきます。まずハンドル類は3種類ありますね。あ、ここにもある。まずハンドル類は4種類ついてます。結構質感良さそうですよ。あ、音もいいな。安物の音はしない。ほんまにこれ1万しなかったのかな。ユニバーサルジョイントも一緒についてます。でこれ色分けされてるんですけど、どうやら差し込み角ごとにこうやって青赤黄色で色分けがされてるようです。なんですごく分かりやすいですね。まあ、正直1万円以下でこのボリュームなんで、そんなに質感は大したことないんだろうと思ってましたが、いや予想よりすごくいいですよ。一応表面処理も質感結構良さげで、一応面接触加工をされてるようです。金属の材質はクロームバナジウム鋼を使っていることで、熱処理もされてるということですね。安物工具でしたら本当に明らかにもう雑なメッキ処理がされてて、あ、これいつかもげるなっていう感じはするんですけど、これ普通にいい工具とそんなに見た目は遜色ないですね。一応入ってるのが、各サイズのソケット。こちらの青い列は 12mm から 32mm まで入っております。黄色のソケットは 4mm から 13mm までで、赤色のこの列は 8mm から 19mm で、このロングソケットは 10mm から 17mm。 こちらのヘックスレンチは T20 から T50 まで入っております。こちらの六角は 3mm から 12mm まで入ってますね。で、各サイズに対応したユニバーサルジョイントも付属しております。すげえ。これだけソケットがついて、ラチェットハンドルも1、2、3の3つついてて、普通のハンドルも1本ついてます。これすごくないですか？ちゃんとエコステもついてますもんね。でソケットの特徴なんですけど、ちょっとこれ分かりにくいかもしれないんですけど、面接触ソケットというらしいです。このソケットの角っこが丸く削られてて、ボルトの頭を傷めないようになってますね。これはほんとちょっとした工夫ですね。あ、これだったら分かりやすいかな。ちょっと丸くなってますね。ボルトの頭を傷めないようになってます。まあちょっとつけれるものつけてみましょうか。取り組んでみましょう。せっかくなんで全部つけてみようか。こうしてエクステつけて、ユニバーサルつけて、コートカチャッと。ああ、もうなんか入る感触も結構いいな。そんな硬くないです。いやー、いいですね。めっちゃクオリティ高くないこれ？すげえ。1万円以下とは思えない。というわけで、まあそんなにいろいろと検証したりとかすることはちょっと今できないんですけど、今見て持った感じ、質感はすごくいいです。これから、まあ、私こんなにソケットを実は持ってなかったので、入門用として、まあ、試しに買ってみたんですけど、ソケットやらビットやらついてて、この質感、入門用としては本当に必要十分じゃないですかね。むしろそれよりもいいっていうくらい本当に良さげな感じがします。はい、というわけで今回 SK11 のラチェットセットを開封して、ご紹介してみたんですけど、正直予想以上にすごくいい質感でびっくりしました。で私みたいな今まで工具が揃ってなかった、初めて今回工具を、一式揃えてみたいっていう方には本当におすすめの工具だと思います。このままどっかに飾っておきたいぐらいすごく綺麗なので、ちょっと使うのもったいないですね。で工具は使わなきゃ意味がないので、今後はこいつを使っていろいろ作業していきたいと思います。はい、というわけで今回は以上になります。そんなに大した動画ではありませんでしたが、まあこれを買ってちょっと中を見てみようっていう動画でした。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。